いい感じ。みんなかなり上達してきてる。サキはラストで集中が切れがちだったけど、最近は頑張って溜まってる。ホナミもリズムキープが正確になってきてるし、イチカも前よりも自信を持って歌えてる。バンドとして一歩ずつ前に進めてるってことかな。少しリズムがずれてきた。みんなホナミの音聞いて。合ってきた。だんだん周りが見えるようになってきてる。お疲れ様、みんな。とってもいい演奏だったよ。ありがとう、ミク。でも途中でちょっと演奏がずれたところがあったし、もっと改善していかなきゃ。だけどみんなそれに気づいて持ち直してたでしょ。前はできなかったことができるようになってる。そうね、それぞれ自分でも成長したなって実感してるんじゃないかしら。うんうん、私も成長してるなって思う。まあかなり練習してきたからね。それに一緒に活動する中でいろんなことを経験してきたからっていうのもあるかも。そうだね。例えば私はみんなと離れ離れだった分、やりたいこと全部やろうとしてみんなに心配かけちゃったけど、もう焦らないって決めたんだ。私はただ衝突を避けるだけが優しさじゃないって気づけた。バンドの柱としてみんなを支えられるようにもっと強くなりたいと思う。私はもっと歌が上手くなりたいって思ってストリートライブを始めたな。最初は全然歌えなかったけど、今は少し自信がついた気がする。それからみんながプロを目指すって言ってくれて、私も4人で一緒に進んでいこうと決めた。その後初めての曲作りをしたよね。最初は思うように弾かなくてたくさん悩んだけど、曲に込めたい気持ちが見つかったの。私も自分らしい言葉で歌詞をかけて初のオリジナル曲に完成したね。そして記念すべきレオニードの初ライブ、すっごく楽しくて今でも思い出すとドキドキするよ。私たちのバンドとしての第一歩だよね。でもプロになるためにはまだまだ成長していかないと。うん、これからの4人がどうなっていくか楽しみにしてるよ。じゃあ練習戻ろっか。ミクたちも期待してくれてるし、また一歩ずつみんなで進んでいこう。